死にたくない。助けて、助けてくれ。夢神様。こんばん、お眠り。ミステリー案内人です。実はつい先ほど私宛に手紙が届いたようなんです。仕事の依頼かもしれませんし、読むことにしましょう。あら、お眠りさん、それってラブレター？コツエさん、そんなわけないじゃないですか。この手紙は人間界から送られてきたものですよ。ほら、最近毎日村の人たちの命が奪われています。しかも全員が同じ夢を見て。って、あれ、なんだか眠くなってきたわ。私もです。あれ、ここは、私たちさっきまで闇の世界で手紙を読んでいて。コツエさん、起きてください。何やらおかしなことに巻き込まれたようですよ。あ、なんで外で寝てるのよ。それにここはどこ？わかりません。家や畑が見えますし、人は住んでいるようですが。私と小杖さんがあたりを見て回ろうとしたその時。まさか外部の人と出会うとは。いやいや、突然大声出さないでよ。誰なの？これは失礼しました。私はこの夢見村の村長をしているものです。いや、それにしてもなぜ無関係のあなたたちがここに？私たちも状況が把握できていないんです。ここはどこで、なぜ村長さんが驚いているのか教えていただけますか？少し場所を変えましょう。新たな要素を追加して村人たちを不安にさせたくないのです。村長さんが何を言っているのか全く分かりませんでしたが、ひとまず従うことに。しかし、ただならぬことが起きていることだけは理解できます。私と小杖さんはしんと静まり返った、それなのに確かに人の気配のする不気味な村を村長さんの後に続き歩きました。あ、少女が楽しそうな顔していますが、彼女は誰なんですか？他の村の人は？村人はみんな家に引きこもっているでしょう。あの少女については後でお話しします。さて、ここなら安心です。私は一人暮らしなので話を聞かれることもありません。早速ですが、説明をお願いします。わかりました。まず伝えておきたいのは、ここはどこにでもあるような普通の村なのです。大勢の人が住み、土地も豊かで幸せに過ごしておりました。でもなんだかこの村怖いわよ。人がいるのに気配を押し殺している感じがするっていうか。それは村人が皆怯えきっているからです。夢神様からの制裁を。夢神様？そういえばさっき読んだ手紙にもその名前が書いてありました。まさか。まったく、外部の人間を巻き込むなとあれほど言いつけておいたのに、誰がそんなこと。だからあなたたちが今ここにいるのですね。待って、よくわからないわ。単刀直入に申し上げましょう。今私たちがいるのは夢の中です。私もあなたたちも同じ夢を見ています。夢？はい。そして夢の中では必ず誰か一人村人が殺害されます。現実世界とリンクしており、目が覚めると夢の中で殺害された者が息を引き取っているのです。どういうこと？そもそもなんでここが夢の中だってわかるのよ。それは、先ほど見かけた少女こそが夢神様で、夢神様は夢の中でしか姿を現さないからです。村長さんの話をまとめるとこうでした。この村に住む人々は毎日夢を見る。全員が同じ夢を見ており、その中で必ず誰かが亡くなる。夢と現実はリンクしており、たとえ村を離れたとしても夢を見ることから逃れることはできない。本来村人しか見ない夢なのに、私と小杖さんも見ている。
鍵は夢神様というワードでしょうか。おそらくは。これまで村の外に被害を出さないため観光令を敷いていたのですが、私の判断は正しかったようですね。つまり夢神様という言葉を知ってしまうと強制的に夢を見せられるってこと？とんでもなくヤバいじゃないの。これは転生していく呪いだわ。その通りですね。村長さん、この夢はいつから見るようになったんですか？5日ほど前でしょうか。じゃあすでに5人は亡くなっているの？はい、もうどうすればいいのやら。その時です。あまさか人が死んでる。また防げなかったか。しかしこれで今日の夢は終わる。現実世界で彼を弔うことにします。それでは。待ってください。村長さん。お、あれ、ゾーン？びっくりしたぜ。こんなところで寝るなんてどうしたんだよ。それに村長さんってなんだ？コツエさん、ここはどうやら現実世界のようですね。そうね、ほっとしたけれど、あんな兄さん、あの村の人たち放っておくことはできないわ。私もそう思っていたところです。夢見村、現実世界でも一度行ってみましょう。賛成よ。俺のことは無視かよ。ここが夢見村です。夢で見た通りの景色ですね。暗い雰囲気まで同じだわ。当然よね、毎日仲間が亡くなっていくんだもの。あなたたちはどうしてここに。夢から覚めることができたのになぜ。さっきぶりですね、村長さん。私たちこの村を放っておくことはできません。夢神様の呪いを解いてみせます。おお、なんと頼もしい。ありがとうございます。いいのよ。そもそも呪いをどうにかしないと、私までこれから毎日夢を見ることになっちゃうんだもの。そんなのやだわ。コツエさんたら照れちゃって。ただこの村が心配なんですよね。やめてよ、あんな兄さん。なんとお礼を言っていいのやら。ではこれから村人たちと集会を開くので、ぜひおいでください。夢を見るようになってから毎日話し合っているのですが、解決策が見つからないのです。わかりました。それでは本日の集会を始めよう。その前に、この方たちは案内人さんと小杖さんだ。夢神様の呪いをどうにかするため協力してくださる。よろしくお願いいたします。よろしく。ああ、私骨だけど、みんな怖がらないでね。今さら骨が喋ったところで何だってんだ。こちとら毎日不気味な夢の中で人が死ぬのを見ているんだぞ。協力してくれるってんならお前さんも仲間だ。マッチョさん、いいこと言ってくれるじゃない。お名前は何なの？マッチョだ。そのまんまじゃない。協力はありがたいけれど、巻き込んじゃっていいのかい？花の言いたいことはわかる。しかし案内人さんたちはすでに依頼を受けていたんだ。昨日夢神様を鎮めてくれという手紙をもらったらしい。だから夢の世界も経験している。はあ？村長があれだけ口外するなって言ってたのに。そんな手紙書いたのはどこのどいつだ。花さんでしたよね。私たちのことなら心配しなくていいですよ。むしろ頼ってくれて嬉しいです。一緒に頑張ってこの村を平和にしましょう。あんた、かっこいい女だね。案内人ちゃんって、まるで花さんみたいに男気のある人だわ。コツエちゃんも個性的で可愛らしいし。ああ、私はリンコ。で、こっちのちみっこいのが、ソージよ。よろしくね。ちみっこいってなんだよ。俺はこれから大きくなるんだ。リンコさんに、ソージくんですね。よろしくお願いします。私は、昨日亡くなった者の葬儀の準備をするから。誰か夢神様の祠まで案内人さんたちを連れて行ってくれないか。それじゃあ私が行こう。すぐそこなんだ。こうして私とコツエさんは花さんに連れられ祠へと向かいました。この村の人たちは仲が良さそうね。そうだね。こんな事態じゃなけりゃもっと大勢でワイワイしてるんだけど、怯えきってる奴らは夢から覚めても外に出てこない。花さんは
とっても強いんですね。そんなことないさ。私だって怖いとは思うしね。でもさっき言ったマッチョやリンコ、ソウジ、それに村長が頑張ろうとしてるからさ、怯えてばかりいられないよ。あれが祠？ ああ、夢神様が祀られているんだ。夢神様はどんな神様なんですか？私が生まれるよりもずっと前から村を守ってくれてたって話さ。でも最近は信仰する人も減っていてね。それで怒った夢神様が暴走したんじゃないかって思ってる。なるほど。今回の事件のせいで村人は夢神様の存在を信じざるを得なくなった。夢神様は村人からの恐怖心を力に変えているのでしょう。忘れ去られるよりは恐怖の対象となることを選んだ。そういう神がいてもおかしくはありませんね。それじゃあ夢神様をもっときちんと敬えば解決しないかしら？簡単にはいかないでしょう。村人の心は今尊敬よりも恐怖に満ちているんですから。もう人が死ななくなるんならどんな手でも使うよ。私はこの村が好きなんだ。花ちゃん、マッチョはさ、ムキムキなだけで頭は空っぽ、すごくバカだけどいいやつさ。リンコは心と体が一致しないってずっと悩んできた。でも明るくかっこよく美しく生きてるすごいやつだ。ソウジは早くに親を亡くしたにもかかわらず涙も見せずたくましく生きてる。年齢関係なく尊敬できる子だ。村長は言うまでもなく村のことを第一に考えるすごい人だ。死んでいい人なんて誰もいない。花さんは震えているようでした。早く手を考えなければいけませんね。数時間後。もうすぐ夜が来るな。俺はもう黙ってられん。夢神様だろうがなんだろうが力でねじ伏せる。あんたってやつはそんなことできるなら苦労しないだろう。もっと頭を使いな。頭は鍛えてないから無理だ。マッチョちゃんは相変わらずね。そこが素敵なんだけど。でも本当に危険だから力でねじ伏せようとしちゃダメよ。緊張感はまるでないが、君たちといると昔の村に戻ったみたいで嬉しいよ。案内人さん、ちょっと。ソウジ君、どうしました？実は案内人さんに手紙を書いたのは俺なんだ。え、あなたが？うん、実は俺見ちゃってさ、夢の中で夢神様と話している誰かの姿を。夢神様は、じゃあ明日もまた夢を見せるねって言ってた。それってつまり今回のことは村人の誰かが夢神様と組んで引き起こしていることなんだ。でも俺誰も疑いたくなくて、だから案内人さんに助けてもらいたくて。ソウジ君、よく話してくれましたね。私たちは味方なので安心してください。夢神様と話していたのは本当に誰かわからないんですか？うん、ちょうど影になってて全く見えなかったんだ。声も聞こえなかったし。それじゃあ今日見る夢の中で犯人を突き止めましょう。夢神様を見張っていれば必ず村人の誰かが接触するはずです。わかった、俺もついていくよ。そしてついに夜がやってきました。眠らないように気をつけても無駄。私たちは強制的に夢の中に連れて行かれるのです。あ、夢の中に来たようですね。緊張してきた。今日成功させないとまた誰かが亡くなっちゃうんだものね。夢神様はいつも村の中を歩き回ってる。すぐに見つけられるはずだ。私たちは誰からも見られぬようこそこそと村の中を歩いて回りました。するとソウジ君が言ったようにすぐに夢神様を見つけることができたのです。少女の姿をした夢神様は楽しそうに散歩をしています。あ、人影だ。様子を見ているとその人影の正体は、マッチョ。そう、夢神様に近づいていたのはマッチョさんでした。そんな、マッチョが。いや、様子が変です。マッチョさんは腕を大きく振り上げ夢神様に殴りかかろうとしました。うおー、もう誰も殺させやしねえぞ。次の瞬間、嘘だろ。マッチョさんは膝から崩れ落ちてしまったのです。そして
それっきり動かなくなってしまいました。マッチョさん、うわー、マッチョ、マッチョ、なんで、嫌だ、死なないで。マッチョさんを倒した夢神様はなぜかひどく怯えた様子。夢神様、どうしてそんなことを。私が話を聞こうとしたその時、掃除、そんなに叫んでどうしたんだ。次は誰が犠牲に。はあ、そんな、マッチョ、みんなそこから離れて、夢神様がいるから危険だわ。本当に悲しいけれど、マッチョちゃんが亡くなったから夢も覚めるはず。しかし凛子さんの言ったことは間違いでした。いつまで経っても現実に戻れないのです。え、どうして。夢神様を見てください、とても怯えています。私たちを夢から目覚めさせるのも無理なほど動揺しているんです。ガタガタと震える夢神様。ふざけるな、大勢殺しておいてなんでお前が怯えるんだよ。なんで、なんで。花、迂闊に近づくな。やめて。凛子さんが飛び出した瞬間、夢神様はポロポロと涙を流し始めました。そして言われた通り攻撃をやめたのです。夢神様、なんで凛子の言うことを聞いて。あ、まさか。もうやめて、夢神様、私が悪かったわ。凛子。凛子さんは怯える夢神様をぎゅっと抱きしめ、全ての真相を語り始めたのです。みんなごめんなさい、こんな恐ろしい夢を見せていたのは私なの。夢神様は私に利用されていただけ。な、何を言っているんだ。私こんな感じじゃない？昔から気持ち悪いっていじめられていたわよね。村長や花、マッチはいつも助けてくれてた。掃除も懐いてくれて嬉しかったのよ。でもやっぱり私をバカにしてきた村人のことはずっと許せないでいた。そして幼い頃の凛子さんには秘密のお友達がいたのです。それが夢神様。現実世界では姿が見えない夢神様ですが、なぜか凛子さんには見えたそう。夢神様はいつも私を励ましてくれた。味方になってくれる人が少しでもいるんならいいじゃんってね。夢神様と私は親友だったの。でも村人の夢神様への信仰心は年々薄れ、彼女の力は弱まっていった。このままじゃ消えてしまいそうだった。そこで私は思いついたのよ。彼女をこの世にとどまらせ、さらにいじめてきた奴らに復讐する方法を。それが夢の中で村人を殺害していく方法だったんですね。ええ、こうすれば私が犯人だとは疑われないわ。すべて夢神様の呪いだって思われるもの。夢神様には嘘をついちゃった。私たちを夢の中に招待してくれれば必ずみんなと仲良くなれるようにするからって。彼女は何も知らず毎日夢を見せ、現実の世界とリンクさせていただけよ。村人を殺していたのは私。ちょっと待って、よくわからないわよ。そうすることでどうして夢神様の力を取り戻せると思ったの？前にも言ったように、信仰心ではなく恐怖心で夢神様をこの世につなぎ止めようとしたんですよ。その通り。でも私が間違いだった。大切にするべき人の命まで奪う結果になっちゃったんだもん。マッチョちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。マッチョさんは死んでいませんよ。え、本当だ、ちゃんと息してる、よかった。マッチョ仲良くしてくれると思っていたのに、急に攻撃されそうになって驚いたんですよね。夢神様はついマッチョさんを気絶させてしまったんです。ああ、よかった、マッチョちゃん。みんな、夢神様、怖い思いさせてごめんなさい。夢神様は凛子さんをぎゅっと抱きしめ返しました。そして何かを凛子さんに伝えています。え、そうね、わかった、それが一番いいわ。本当にごめんね、凛子。みんなを夢から目覚めさせるわ。もう二度とこんなことにはならないようにする。でもさっきマッチョちゃんを気絶させちゃったせいで、夢神様にはほとんど力が残っていないの。それじゃあどうしたら。
私を夢神様に取り込ませ力に変えてもらう。そうすれば一件落着よ。バカか、そんなことしたらお前は。いいの、こんなことしたって亡くなった人たちは戻ってこないけれど、せめて大事な人たちのことは守らせてちょうだい。夢神様、できるわよね。凛子さん、迷惑かけたわね。夢から覚めたら村人たちに伝えて、もう安心してって。私は私らしくいたかっただけなのに、間違っちゃうなんてかっこ悪いわ。それじゃさよなら凛子。そうして私たちは元の世界に戻ったのです。村人にはもうこんな夢を見ることはないと村長さんたちが説明していました。ただし凛子さんが犯人だということは秘密にしておくようです。いじめられた側は平気そうに見えても深く傷ついているものなのよね。凛子さんのやったことは間違いだけど、なんだか悲しい事件だったわ。本当に。でも村の人たちは前を向いて再出発しています。私たちも応援しなければいけませんね。もちろんよ。今回の動画が面白かったらぜひ高評価やチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。夢神様聞いてるか。村で話し合ってもっと夢神様を大切にしようって決まったんだ。よかったな。それに村長や花マッチョが子供たちに教育してくれてる。人の個性をバカにするなって。大人たちもたまに気まずそうにしながら真剣に話を聞いてる。凛子がやったことはダメだったけど、いい教育につながりそうだよ。よし、綺麗になった。それじゃあまた来るからな。